皆様おはようございます。PEMS、PEMS、リッスン EVOA、日本語英語リスニング教材サイトです。中国の海軍は、貿易戦争のコストが上昇するにつれて、支出計画の再考を余儀なくされています。技術的及び戦略的障壁も人民解放軍海軍に思考の一時停止を与えている、とアナリストは言います。大規模な軍事的拡大にもかかわらず、中国は依然として米国に遅れをとっているとオブザーバーは言います。軍関係者によると、中国は国内外で経済的、技術的、戦略的課題に直面して海軍造船計画を再評価しなければならぬところです。習近平国家主席の軍隊の近代化の目標は依然として優先事項ですが、国のトップの幹部らは航空母艦や駆逐艦のような新世代の軍艦を建造するコストが高いことを意識しています。北京は、米国との貿易戦争の影響は我慢できると繰り返し述べているが、オブザーバーは、人民解放軍海軍は、国の経済見通しに対する不確実性、及び予想よりも遅い技術及び人材開発のため、支出計画を調整する圧力を受けていると述べています。中国と米国の間の緊張の高まりは、北京の指導者たちに、新しい軍艦にいくら費やすかを注意する必要があることを思い出させた、と、名前を挙げないように頼んだ軍筋は、サウスチャイナモーニングポストに語りました。例えば、航空母艦の場合、ハイテク兵器、制御及び通信システム、戦闘機の価格が船体を構築する基本コストに追加されると、約500億元、72億アメリカドルになった、とその人は言いました。中国の艦隊で最大級であり、排気量が1万2000トンを超える次世代のタイプ055駆逐艦を8隻建造する計画も再考が必要であると、情報筋は述べています。各タイプ055の建造には60億元以上かかります。これは、海軍の現在の主力艦であるタイプ 052D の2倍の費用がかかる、と彼は言いました。しかし、軍事専門家は、考慮する必要があるのは船舶の建造コストだけではない、と述べた。空母、少なくとも2隻の駆逐艦、2隻のフリゲート、数隻の潜水艦、補給船で構成される空母戦闘グループを海上で運用するのは非常に高価です。次に、航空母艦がドックに約半年をかけて点検と修理を行うという維持費があります。これにより、海軍の予算に大きな負担がかかります。北京に拠点を置く海軍の専門家エル・アイジエは、関係する数にもかかわらず、北京は2030年までに4つの空母戦闘グループを設立し、いつでも3つの戦闘準備を整えることを計画していると述べました。中国には現在、2つの航空母艦があります。1つは遼寧。1998年にウクライナから購入したソビエト連邦のクズネツォフ級艦で2012年に人民解放軍海軍に就航しました。もう一つは遼寧の設計に基づいた国内初に開発された航空母艦である 001A 型です。J15 戦闘機のような航空機が離陸に使用するスキージャンプ、を備えた遼寧及びタイプ 001A とは異なり、タイプ 002A キャリアにはカタパルトシステムが装備されます。その結果、人民解放軍は、米海軍の F-18 スーパーホーネットに匹敵する新しい戦闘機を開発する必要があります。
中国は新世代の航空母艦戦闘機を開発するのに10年から20年を必要とする可能性があります。つまり、J-15 はまだエンジンと飛行制御の問題を抱えているにもかかわらず、主力戦車となるでしょう。以上です。ありがとうございました。一寸二分 OA でした。